何王金は、中華民国の軍人、字は高行き、奇襲省、競技府、競技県土の陳出身、祖籍は、厚生省武州不倫宣言、東京新武学校第11期、日本陸軍士官学校28期卒業、県軍出身で、後に、孫文配下となり、国民革命軍創設に貢献した、孫氏後はかねてから親しかった、紹介席を支え、 その片腕と評されるまでになった、軍政部長を長期にわたり務め、日中戦争末期に連合国中国、戦区陸軍総司令に就任、日本の幸福受諾任務にも携わる。しかし戦後は、省との関係が悪化して一時冷遇され、国境内戦後半に復権して国防部長や行政委員長も務めたが中国人民解放軍に敗北した、青天白日勲章。 君一等局実大受賞。バス君賞ナイトコマンダー受賞。何その瓶の子。7歳にて、私塾に学ぶ。1906年、紀州陸軍小学堂に入学し、1909年、武将陸軍第三中学に進学した。同年冬、谷正智らと共に、日本に留学し、東京新部学校第11期で学習した。この時に、小介席とも知り合い、 また中国同盟会に加入した。1911年秋に侵害革命が勃発すると、何王金は帰国して、上海に赴き、古軍と特沈その美の下で革命派として活動した。1913年の第二革命で革命派が敗北すると、何王金は日本に逃れ軍事の学習を再開する。1914年12月に陸軍主官学校に、 中国学生隊第11期として入校、同期に首相寮が明るくミラがいた。1916年5月、陸士を卒業して帰国し、県軍第1師不評第4弾団長に任命される。また、新派の指導者王文化の妹、王文章と結婚し、何自身も新派の幹部と目されるようになる。以後、奇襲工部学校校長、少年奇襲会主任。 元軍第五根性旅旅長、企業警備司令などを歴任した。1920年11月10日、何王金は、王文化配下の同僚、谷正智と共に、王の指示で、旧派宿制の平変を観光し、奇襲特軍、劉武氏をゲ野に追い込んだ。ところが、翌1921年3月、王が北京政府を支持する配下、演素名の資格に、 上海で暗殺されてしまう。このため、王の委任により、県軍総司令代理を務めていた、路頭が正式に総司令となったものの、外省人だった路は指導力を発揮できず、なんと谷の間で主導権争いが展開された。当初は紹介たる、器用の警察権を握る、何王金が優勢だったが、谷正友は、生涯で、孫文のために軍港を挙げるなどして、 次第に軍事力を拡大。1922年1月には孫から中央直轄県軍総司令に任命される。これにより形勢は逆転し、さらに谷には何の配下を買収して平変を起こさせ、ついに何は奇襲から駆逐されてしまった。間もなく何は雲南に赴き、孫を支持する天軍総司令古品鎮から雲南陸軍工部学校校長に起用される。 ところが何に恨みを抱く旧派の資格に銃撃されて、品種の重傷を負い、上海で療養することになった。何王金別影フーズ封印、チャイナフォースエド、1924年、何王金は、小解析の推薦を受けて、孫文の下で大本営軍事参議に任命され、さらに、領中外を補佐して、候補軍艦学校の創設に従事した。同学校が開校すると、 軍校少省総教官に任命され、軍事教学、訓練の責任者を務める。まもなく何は、同学校共同第一団団長に昇進し、1925年1月より、陳慶明討伐の第一次党制に従事、陳敗下の難敵、林虎を激戦の末に破った。同年3月、第一旅旅長に昇進し、さらに、陽のぞみび劉流進の反乱を鎮圧している。 7月、国民革命軍の正式な成立とともに、何は第一軍第一支市,市長に就任した。10月より第二次統制に第一重隊隊長として参戦し、翌月に陳の軍を殲滅、勝利を収めている。この間の活躍により、何は紹介席の片腕と評される存在にまでなった。1926年1月、何王金は、 小解析の後任として第一軍軍長に任命された。同年3月の中山間事件でも、小の指示に従い軍内の中国共産党員をことごとく悲鳴し、さらに候補軍官学校教育長に就任している。同年7月からの北伐では、何は、あずま軍総指揮として復権攻略を担当。北京政府側の復権ただ支援、周家減人を撃破。12月には、 復讐を占拠した。翌1927年1月には、石膏で孫伝法の北京政府軍を、撃破2月に、甲州を占拠している。同年4月の上海クーデターでも、何王金は、小解析を支持した。これにより、小解析が南京に、国民政府を樹立すると、何は国民政府委員に任命され、さらに翌月には、第一祖事軍葬式となった。 何は北伐を続行し、長江を渡り北進したが、助手で北京政府側の反撃に遭い、敗北を喫する。この時、章は自ら前線で特選したにもかかわらず、敗北したことに起こり、全敵総司令を務めた大十軍軍長王天、土川に敵前逃亡の罪を被せて処刑し、さらに何に対しても非難を浴びせるほどであった。何はこれに起こり、 新興政派や武漢国民政府側が、省の責任を問う動きを見せてもこれを放置、孤立した省は8月13日に一時下屋に追い込まれている。その後、何は新カツ系の理想人や、白、高敷と協力して、尊連法軍を、流淡で殲滅、北伐の崇勢を決定づける勝利を得た。1928年1月、章解析が復権して、 国民革命軍総司令に就任し、何王金は総司令部参謀長として、これを補佐した。これ以後は、章と何の関係は修復され、同年11月、12月に何は国軍編使い委員会主任委員、訓練総監部総監を務め、軍縮や反昌派討伐を推進している。1929年3月、中国国民党第3期中央執行委員に当選し、 1930年春、軍政部部長に就任した。1931年1月、小学館4省総教総司令権、南省行営主任に任命され、第二次共産党包囲総統作戦を完工したが、失敗に終わる。続く、第三次、第四次の作戦でも敗北を起死した。1931年、満州事変が勃発すると、何王金は、小海石の、 案内場外方針を遵守し、日本軍との全面交戦には、消極的な態度を取り続けた。1933年3月、何は、長学寮の公認として、軍事委員会北平分会会長代理として、北平に赴任する。以後、行政院北平政務整理委員会委員長の寄付と、共に、下北に進行する日本軍との交渉に従事し、5月、何の意を受けた。 中国側代表、熊武氏と日本側代表、岡村康二との間で、ン空協定が結ばれた。同年、協定に不満を抱いた、表局省らが、ジャハル民衆抗日同盟軍を組織すると、何は、土井原健治らと連携して、これを包囲し、8月に同軍を解散に追い込んでいる。1935年5月、天津を中心とする河北各地での抗日行動に、き、 日本側が何王金を非難し、何もこれに応じて交渉を開始した。翌月、河北省からの国民党部や軍の撤退等を内容とする梅津、何王金協定を締結している。11月、軍事委員会北平分会は廃止され、12月に何は南京に戻り、軍政部長の任に服した。1936年12月12日、西安事件で小介析らが、 張学寮、洋古城らに拘禁されると、何は即時討伐を主張し、16日には、内逆軍総司令に就任、総備例らの反対意見を無視して、西安への攻撃命令を下す。18日、小解析と共に拘禁されていた、小加内文が、小解析直筆の軍事行動停止命令を何に、届けたことで攻撃は中止され、西安事件そのものも、 結局平和裏に解決された南京での降伏受諾式。何王金と岡村康二1937年日中戦争が勃発すると何王金は南京で軍の編成にあたり8月軍政部長に加え第四戦区司令長官を兼任した。翌1938年1月軍事委員会参謀総長も兼ね戦時の軍政計画式に責任を負うことになる。 1944年12月、何は14年以上もの長期にわたり在任した、軍政部長を退き、連合国中国先区陸軍総司令に就任した。翌1945年8月、何は南京軍官学校における降伏文書調印式では、陸軍総司令として、中国側代表を務める、満州を除く中国内陸部で降伏した。 日本人兵士らの安全な輸送帰国を遂行し、日本から感謝された。日中戦争終結後になると、小介石は、強大な軍権を掌握する、何冒金に才議を抱き始め、何の軍中の政敵である陳世を信任するようになっていく。1946年5月、国民政府において国防部が成立し、部長に、白、高敷、参謀総長に、陳が就任した。 一方、軍事委員会と陸軍総司令部は廃止され、何も同時に罷免されてしまう。そのため失意の何は国連安全保障理事会軍事参謀団、中国代表団団長としてアメリカに赴むくことになった。1948年3月に何王金が帰国した頃には、陳が東北での大敗で失脚し、何は行政院政務委員兼国防部長に起用される。 しかし、実際の軍権は、章の支中にあり、何にはほとんど実権がなかった。1949年3月、総統代理理想人の下で何は行政委員長を務めたが、何は理ではなく章の指示を遵守し、理が推進した国境和平協定の調印を最終的に拒絶している。4月、何が国防部長を兼任し、中国人民解放軍迎撃に備えようとしたが、 すでに、長考を溶かした解放軍を防ぐ術はなく、5月に行政委員長を辞任、8月に台湾へ逃亡した。台湾での何王金は、1950年5月に、相当不戦略顧問委員会主任委員に任命される。何は、紹介席のために、日本やアメリカ、東南アジア各国を訪問し、連携確立に努力した。その他、 中日文化経済協会理事長、三民主義統一中国大同米主任委員などを歴任している、1987年10月21日、台北市にて、心臓の衰弱により死去、去年98、ありがとうございます。